おい、どうしたんだよ。結城大地が濡れ衣を着せられ逃亡生活を強いられることになった殺人事件。俺がやってない。包丁にはお前の指紋しかなかった。柏木愛を殺したのはお前以外考えられないんだよ。その女が殺されたのは柴崎の悪事の証拠をつかんだためだった。殺された愛という子に私は頼んでて。何を頼んでたの？柴崎が何か怪しいことをしたら取ってほしいの。柴崎にデジカメは渡さない。何としてでも俺が先に手に入れないと。そのデジカメが俺の無実を証明するかもしれない。デジカメはどこにある？俺にもしものことがあった時に内容を流すように頼んである。流す？マスコミかネットに流してもいい。このままでは今までのことが全て明るみに出ます。そうなったら我々はおしまいですよ。協力してほしい。これが成功すれば全て終わる。柴崎とその背後にいる人物が公表を恐れる映像とは何なのか。事件の真相を追う検事月島楓は国会議員久我沢子に捜査情報が漏れているのではないかと疑念を打ち明ける。内通者？証拠があるわけじゃないんです。ようやく事件の真相に迫ってる感覚があって。でもね、そういう時が一番危ないの。やっと見えた頂上に気を取られて足を踏み外す。柴崎とつながっていた思いもよらない人物。愛人の部屋で話すとセキュリティは大丈夫です。どうして？誰にも見られなかったでしょうね。明らかになる衝撃の真実。逃亡劇は急展開を迎える。逃げるのはもうやめだ。今度はこっちから攻める。早く結城を何とかしなさい。結城はある女の子の命を救うため自分の力で無実を証明しようと必死なんです。手術が終わったら花にパパのことを全部話すから。約束だよ。お願い。警察の情報をこちらに流してください。俺に結城を売れっていうのか？そうすればあなたの娘は生きられる。パパ痛いんだよ。花ちゃんがパパって呼んでくれるたび痛いんだよ。この辺が。俺だって好きでこんな格好してるわけじゃない。ダメよ。デジカメを渡せ。問題なのは結城よ。追い詰められて何をしてかすかわからない。はじめまして、花ちゃん。2 weeks 火曜夜9時。柴崎に対抗する手立てがない。だから決めた。俺は明日出頭する。